ジェイコブ・クラウニン・シールド、ジェイコブ・クラウニン・シールドはアメリカ合衆国の政治家。1803年から1808年までアメリカ合衆国会議員を務めた。1770年、クラウニン・シールドは英領マサチューセッツ直轄植民地のセーラムで生まれた。クラウニン・シールドは実業家として生計を立て、 1798年にドワイト・フォスターの辞任に伴って実施された合衆国会議員選挙に立候補したが落選した。その3年後の1801年、クラウニーン・シールドはマサチューセッツ州上院議員に当選した。1805年、トーマス・ジェファーソン大統領はクラウニーン・シールドを海軍長官に推薦した。しかしながらクラウニーン・シールドは 健康的理由によりその指名を辞退した。クラウニン・シールドは共和党に所属し、1803年3月4日にマサチューセッツ州からアメリカ合衆国会議員に選出された。そして1808年4月15日に死去するまで3期連続で合衆国会議員を務めた。クラウニン・シールドは1805年から1806年にかけて、 会員の商工業委員会で議長を務めた。1808年、クラウニンシールドは、ワシントン DC で死去した。クラウニンシールドの遺体は、故郷セーラムのハーモニーグローブ墓地に埋葬された。クラウニンシールドの死後、ワシントン DC の合衆国議会墓地には、クラウニンシールドの記念碑が建てられた。父親は、ジョージ・クラウニンシールド、母親は、 メアリー・ダービー。共に、マサチューセッツのセーラーム出身であった。クラウニン・シールドは1796年6月5日に、サラ・ガードナーと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。サラ・ガードナー・クラウニン・シールド、ジェイコブ・クラウニン・シールド、ウィリアム・クラウニン・シールド、メアリー・クラウニン・シールド。ありがとうございます。